か？風ですか？今日もかわいちゃんありがとう、こんばんはちゃんですね。うさみたありがとう、こんばんちゃん。やっほーみんな来てくれてありがとう、ね、鼻かゆ。はるかちゃんです、こんばんはみんな、来てくれてありがとう。すごくね、もう眠いんだよね。こんばんは、可愛くて美人で最高ありがとう。今日帽子飛ばされて追いかけたらめっちゃ運動になったって。確かにそれはなりそうね。めっちゃ眠い、うん、ね、可愛くて美人で最高ありがとう。めっちゃ眠っちゃうね。夜ご飯食べた、食べました、食べました、食べたからかもしれない、眠いね、やば、なんかコメントどっか行った、消えた、ね、やっほーみんな仙台楽しんでってください。何時間ですかね。え、すごい寝れたよ。2時ぐらい、1時くらい、1時2時ぐらいに寝たから、7は寝た気がする。え、めっちゃ眠い、マジでめっちゃ眠い。23歳おめでとうゲーム。こんばんはです。こんばんは、やっほー、ね、でもやることがいっぱいあるからね、しょうがないんだよ、うん、こんばんは、今ならもうすぐ寝れる、秒で寝れる、うん、めっちゃ眠い、美人最高ありがとう、ね、そういう時はパーティーでもってパーティー開いてくれんの、ね、眠た祭りだよ、うん、でも明日は何もないんだよね、うん、まあ覚えることいっぱいあるんだけど、明日は休みだと思うから、うん、寝ます。今月会えるのありがとうございます、ね、配信の後ね、お風呂入ったりいろいろやってたら時間経ってた。頑張ってきた、めっちゃ頑張ってきた。ダメかもしれん、もう、うん、ほどほどにしてた、他の現場で騒いできますって、あれ楽しい。
しんでねって言いたいけども、同僚の体調不良かな、わかんのため、急遽夜勤してきますって。うん、お仕事頑張ってね、こんばんは、ブズみたいありがとう。ゆあゆあちゃんから、ちゅんさんって、え、いや覚えてないな、え、私だ、え、なんだ、え、ね、わかんない、え、南川さんじゃない、え、わかんない、え、なんて言われてんの、わかんないね、私それはね、何も気にしたことなかった、ね、かわいすぎるですか、ありがとうね、もう配信ね短めにしない、頑張ってみる。そうで、バンされますね、落ちすると。ちゃんとメイクね、メイクね、でもこれアイライトリップだけだからね、全然平気なんだよね。うん、目大きく見える、ありがとう、眠いけどね。ゆあちゃん、あ、ゆあちゃんじゃない、え、ゆあちゃんじゃないじゃん、ルアちゃんだ、ルアイちゃんも眠いって言ってた、みんな眠いのかな、こんばんは、ブザビタありがとう。お風呂で、ね、寝たことない、全く。スノボいいね、楽しんできていいな、はるちゃんも行きたいな、まだ雪あるの、ちゃんもう眠いじゃんね、だんだん眠くなるって、もう眠いじゃんですね。かわいこ発見ありがとう、こんばんはね、咳はね全然、あのここにいるんですけど、頑張って耐えてる、ふざびてありがとう。こまちゃんにハグされた話をこまちゃんにしたら照れてた、あ、本当ですかそうですね、はるちゃん今日も、今日こまちゃん、そう、ね、こまちゃんとね話してた、こまちゃんとルアル、ルアって言おうとしたね、違う、ユアユアユアが多めだった今日、うんですね、コアちゃんにね世話したそんなことだっけ、リハお疲れ様ですって、ありがとう、許してちゃって、コンサートも世代に騒ぐからって、ありがとう、うざみてありがとう、リハ3時間早く終わったんだねって、リハですか、でもはるちゃん19時までいたよね、19時あたりまでね、だからいつもと同じぐらい、うん、かわい、あ、頑張ってくれてる、あ、頑張って、待って、もうコメントも読めなくなってきた、やばいやばいやばい、ちょっと目覚めよう、頑張ってくれるはるかちゃんに目が覚めるくらい面白いことが言いたいって楽しみに待ってるわ、じゃあやっほー、朝配信でチュンさんと呼んであげて、チュンってコメントしたら喜んでた、本当ですか、え、ありがとう、嬉しい、可愛い子発見ありがとう、やっほー、ね、めっちゃ眠い、
スノボのレッスン、ね、いいね。ハチュン、スノボのレッスン受けたい。エレン、トリプルだけはもう強い、ありがとう、ね、ありがとうございます。いや、1時間40分配信できないね。眠くないんですかね。すごい、まぶた、もうめっちゃ重いちゅんですよ。こんばんは、久しぶりにハーチュンの配信見れたって。あ、いや、もうこんばんは。可愛くて美人で最高、ありがとうね。頭8割ぐらいね、もう寝てる、もう。でも、うん、寝てないよ、大丈夫。千葉県民の日ですか。え、県民の日っていつ？え、わかんない。え、全然覚えてないな。もうダメ、失格だ。可愛くて美人で最高、ありがとう。やっほー。よく頑張ったね、ありがとう。今日のお弁当めっちゃ美味しかった。なんか、なんていうかわかんない、お弁当。え、なんだろう。めっちゃ美味しかったんですよ。今来た、ありがとう。ね、こんばんは。昨日リリカ様の特集のチア届いたんだけど、リリカ様にハルカちゃん推しだって知られてて驚いたって。あ、やばいね、なんで知ってんのリリカ。ね、すごね、なんでだろう。え、なんでだろう。え、え、なんで。はちゃん言った記憶ないな。え、他の人が言ったのかな。え、え、知らない。え、なんでだろう。え、なんでリリカ知ってんだろう。ね、可愛い子発見ありがとう。千葉県生まれなの。あ、そうなの。熱下がらなくて38度が4日目になったの。大丈夫か。お大事に。あ、じゃあ最近そんな熱出てないから辛さとか忘れてしまったんだけど、ハルチュンのパワーをあげるよ。まあ、こんな眠そうな声で言われてもってなるかもしんないけどね。うん、パワーあげます。可愛く拝見ありがとう。あ、お写真可愛すぎた、ありがとう。こんばんは。あ、6月15日だった、県民の日。あ、そうだ、あ、6月か。おお、こんばんは。ね、ゆうたんね、そう、メールに載せていいですかってそう言ってて、そう言ってましたね。だから全然よろしくお願いしますって。むしろなんかちょっかいかけたくなっちゃうんですよね、ゆうたんとね、こまちゃん。多分妹みたいだからね、年齢的に。年下って可愛いね。まあ、年上の方も可愛いけどね、ハチ妹がいないからさ、すごいね。うん、なんかしてあげたくなっちゃうんですよね。こんばんは。可愛くて美人で最高、ありがとう。え、どこのお弁当なんだろう。え、わかんないんだよね、ガチで。え、他のメンバーは知ってるかもしんない。え、どうだろう、ね、ワクチン接種で地元の AKB メンバーとばったりしたの。やばいね、すげえ。可愛く発見ありがとう。やっほー。ハチュン無理せずにですか。
ね、全然してないでちゅ。可愛くて美人で最高ありがとうね。やっほで、こんばんは。力このパワーですね。で、ばあちゃんお帰りになられたと思う？ね、そうですね。ばあちゃんもういないんです。でもなんかね、めっちゃ部屋綺麗まだ。大丈夫。まだ。だからちょっと自立をしない。頑張りどころね、頑張ります。こんばんは、ブザビタありがとうね。こんばんはです。やっほー。ゆうたんこめちゃん噛みたくなるで、わかるね。勉強できるの？こまちゃん？嘘でしょ？ね、そんなことないよ。はるちゃんはね、高校の勉強できるんだから。ね、まだこまちゃん。ね、中学校の勉強負けるとしても、高校の勉強ははるちゃんの方がまだ上だよ。ね、来年が楽しみだね。ね、メインディッシュ。わかんない、なんかね、たくさんあるんだよね。なんか鮭とかなんかいろいろとある。なんか鮭、え、待って、鮭しか思い出せない。え、待ってくれ。え、幕の内弁当みたいな、あ、そんな感じかもしれない。それだ、それかも。え、鮭しか思い浮か、え、やばい、鮭しか思い出せない。待って、これ鮭思い出せない。ね、難しい。ね、うざみたありがとう。可愛く吐きありがとう。こんばんは。みゆえさん大好きなお弁当やっててた。本当？あ、卵焼きあった。え、みんな。ね。みんな私のことを思い出させてくれそう。こんばんは。やっほー。あいちゃんいないって、来てない。めったに来ないよ、ね、あ、15分経ったの。でもまだ全然大丈夫そう。続けてく。お疲れ。かわいい、ありがとう。まーちゃんお寿司好きなんじゃない、うん、え、会った人みんな卒業されてますの、ね、そうなのか。はーちゃん起きてます。眠いだけ。起きてるんですよ。頑張ってね、もう寝そうね。もう目つぶってくださいって言ったらもう寝れるね。はちゃん、お勉強はもうしないね。いつか、いつか頑張るよ。こんばんは。あ、情報解禁前の情報ですか？解禁前の情報全然言わないよ、はちゃん。口が滑らないからね。和風の弁当かも。そんな感じかも。可愛くて美人で最高ありがとう。ヤッホーで、今夜もかわいい、ありがとう。すっぴんですね、ほぼほぼすっぴん。まあリップとアイラインだけやらせていただいております。あ、お米ね、販売会ね。ね、知らなかった、全然知らなかったね。また
次の機会じゃないですかね。唐揚げ、唐揚げって今日のお弁当かな、昨日かな、なんかいつか食べた、昨日なんか肉団子とか食べた気がするね。卵焼きあったね。鮭全然好きっていう感じじゃないね。あの好きだけど大好きという感じじゃないね。あのね、骨取ってね、あのくれるなら大好き。自分で魚を取るのあんまり好きじゃない。1×2×3×4×5×6×7×8×9×0 は0で、あ、8、それは基礎はわかる。海苔はあ、ない、千葉都民なんですか。東京に近い方か。まわちゃん、甘と辛と、うん、わかんない、辛い。今日も長時間だった。そうなんです、ね、無理してないにゃ。こんばんは、ね、昨日のメールのあれはどうですか。可愛くお発見ありがとう。アイスクリーム、アイスクリーム食べればはるちゃんっていうか、めっちゃ眠いの冷めた。え、今ので、待って、アイスクリームあればはるちゃんめっちゃさ今ね、パワーもらった。いや待って、あれ入ってたよ、小籠包なんかそんな感じ。待って、冷めた、めっちゃアイスクリームすげーね。こんばんは、可愛くて美人でセコ、ありがとう。焼き魚はね、アジしか、アジが好き、一番。ホッケとかも好き。骨取りされてる魚はね全然食べれるね、骨がねめんどくさいんだよね、自分で取るのね。取ってくれるのありがとう。骨、可愛くて美人でセコ、ありがとう。アイス持ってきていいの、ね、アイスでいいよ、いいよ。コーラで我慢しとくよ。今日レッスンでねコーラ飲んだんだ。レッスンでではないか、レッスンの合間で、うん、あの休憩中、あのこう水分補給にじゃなくて休憩中にねコーラ飲んだ、ね、アイスに負けてないよ全然、ファンの方の方が好きだもん。冷凍庫にアイス5個あんの、え、ちょっと持ってきてほしい。お酒飲みのことですか。なるほど、うん、待って、なんかさ、めっちゃポイント抜かしてたのかな。え、反映されてないだけなのかな、これわかんないけど、なんかママちゃんがコメントに対して突っ込んでるらしいんだけどさ、そのコメントがないんだよね。え、バグってるやん絶対。え、こっちで見えないのコメント。あ、海苔弁美味しいよね、はるちゃん大好き。ぶりかま好きなんですか。こんばんは、アイス食べるね、後で食べる。
コーラを飲むレッスンはしてないよ。かなったんだけど怖。コーラ珍しい？本当？コーラね、家にね 1. 何リットルなのかな、あれってなんか2本あるんだよ。なんかね、はるちゅんコーラ家にあること知らずにめっちゃねコーラばっかり買ってきちゃうのね。オレンジジュースとコーラの組み合わせを買ってくるので、オレンジジュースはめっちゃ飲むんだよ。1日に1本あの1つは飲むんだけど、コーラをなんかそう開けてなくて、なんかストックがどんどんされてってたね、コーラだから飲むね。休憩中のコーラ美味しいよね、本当になんかパーってね。可愛くて美人でセコありがとう。アイスもいただきます、後で。俺は最高級の肉よりもはるかが好きって、ありがとう、嬉しいね、嬉しい。確かに180円するよね、自販機で。お酒飲めない人なんだ、あとって。こんばんはね、コメント突っ込んでんだけど、そのコメントがないのね。コメント映らないことあるよねってね、びっくりした。え、なんかさ、びっくりだよ、なんかね、何のコメントかわかんないのにペイペイ言ってって、何これ、なんかペイペイって言うらしい。え、誰、え、待って、何のコメントこれね。ペイペイって言ってって言われたんだけど、ペイペイ、え、何何これ、何に対してペイペイなのこれってね。ファミマのベルギーチョコソフト食べてんの、美味しそう、それいいな。可愛い子発見ありがとう。女の子ってあんまりコーラ飲まないイメージ？それイメージだよ。待って、まおちゃんコメントを見せてくれた。あ、見れた。今日はどんなことで笑いましたか、ペイペイって言ってて。え、なんでペイペイ、なんだ、あ、ん、これだって。え、なんでだろう、ペイペイ、ね、そういえばペイペイもらったからかな、ね、ビッグマックとコーラ最高ですか。ビッグマック、そうなのか。ね、早く飲まないとだよね、コーラ。コンサートでコーラ息飲みするシーンがあるのかと思ったちゅんよって。あ、そんなしないですよ、息飲みしてさ、ボハって出てきちゃったらどうすんの。ただ疲れた時にリフレッシュする効果あるの。あ、そうなんだ。関心のコメント打った時に非表示になる時あるって。え、ね、ごめんね、なんかね、びっくりだよ、はるちゃん。はるちゃんね、知らないけどいつの間にかね、無視しちゃってる時があるかもしれない。全然そういうつもりではない、ね、たまにバグるんですよね、配信。牛タン？いいな。え、なにこれ、仙台の牛タン食べてくるけどチュンが好きって。どういうことチュン好きなことは知ってるけどありがとうね。おぽちゃんもね、クローズされたね。
かなち。コーラちょっと今高い。ペイペイですね。ペイペイって言うチャンスあるコメント見当たらない。ね。あちゃん、なんかママちゃんが教えてくれた。ママちゃんもコメント拾ってんの。拾ってるらしい。パパからまたもらったじゃんだって。ね、ペイペイもらったからそれを言えっていうことか。ね、そうなんですよ。もらったんだよ。可愛くて美人で最高ありがとう。喜びの笑いっていうこと。噛み合わない親子の会話って確かにそうだよ。めっちゃ噛み合ってなかった。あ、そばの爆食いする演出ありましたね。そう、はるちゃん、そう、そば嫌いだったんですよ。で、そばの爆食いする演出でそば食べたら意外といけたんですよ。そう、めっちゃ食べた。ちゃんとね、あの、その、そう、ちゃんとご飯も抜いてそれだけを頑張ってたんですよ。コカ・コーラとペプシの違いですか。わかんないね。砂糖の多さ、なんの味。19時にマック行ったの。いや、15時半から臨時休業してますって書かれてたって。マックってそういうことあるんだそうなのか。武道館でヘキそば食べたからなって。ああ、ふざびたありがとうね、ママチュンさんここですってね、ここだここだって、ね、好きなの伝わってる。そう、ありがとう。こんばんは。そう、そばよりうどんがいいだけなのかと思ったけど苦手だったの。めっちゃ苦手だったんだよね。なんかそば全然食べれなかった小さい頃。わさび入れると美味しいの？あーちゃん入れたことないな。そう、うどん好きなんですよね。うどん派です、はるちゃん。へぎそばは大好きですね。なんか最近そばの美味しさ分かってきた。こんばんは。世界的なシステムダウンで奥のマックのお店閉まってたの。おー、そうなんだ、知らなかった。ママちゃんコーラ飲まないよ。ママちゃんね、お茶か酒かじゃないですか。わかんない。モスバーガーだと何食べてたっけ。いつもなんかね、一つなんかね、なんかチーズバーガーじゃないですか。覚えてないな。なんか食べてた記憶はある。今夜はるにゃんじゃないよ。緑のたぬきはどうですか。ですか。
緑のたぬきそんなに食べたことないんだよね。なんか赤いきつねがとかなんかどん兵衛とか結構食べてるからね。あんまりでも美味しいなとは思う。上のさなんか揚げっていうの、揚げではないか、あれ美味しいよね。こんばんは。かき揚げ、それ美味しい。うどんよりカツ丼ですか。カツ丼も美味しいよね。黒崎と東区にサンタまで料金変わらずに食べられるうどん屋あるの。え、これ黒、え、漢字合ってんのかね。合ってそう。ね、すげえサンタマン。でもハルちゃんそんなにサンタマンまでは食べれないな。うん、でも行ってみたいな。モスチーズバーガーなのかな食べてたの。可愛くて美人で最高ありがとう。あ、照り焼き、照り焼き好きですね。でもモスで照り焼き頼んだことないかもしれない、ね、照り焼きチキンかとびきりハンバーグサンド美味しそう。温かいお蕎麦苦手だったの、今好きになったちゃうよって。あ、そうなの。諦めて数百メートルの先の丸亀行ってきた、あ、行って帰ってきたちゅうんですか。丸亀いいね、食べたいちゅうん。はるちゃんもうざびたありがとう。あってた、ありがとう。麺系統の小麦粉より米には植物繊維が含まれるからお米も大事にしようなって。わかりました。うどん自販機知らない。食べ物の話ね、腹減ってきた。そうだよね、ハルちゃんもね。いや減ってきてはないけど、なんかだんだんと食べたくなってきた。久しぶりに癒されに来ましたって、ありがとう、来てくれて嬉しいですね。ありがとう、うざびとありがとう。蕎麦屋さんのカツ丼って妙に美味しいちゅんよねって。そうなんちゅんか、ね、大丈夫。お蕎麦屋さんでさカツ丼食べたことないかも。花井ちゃん大食いと伺いましたって。花井ちゃんね食べると思います、結構。え、わかんない。でも3期ってそんな量食べない気がする、全然。モスだとフィッシュバーガー絶対に食べちゃうくらい好きなの。モスといえば照り焼きですか。ほん、食べてみようじゃん。可愛くて美人で最高ありがとう。やっほ。焼きうどんは醤油派ソース派。醤油ですね。ペヤング作っちったですかね。食べ物の話してるとね、なんか自分も食べたくなるよね。海外行った時、照り焼きの味、あ、照り焼き味のカップ焼きそば食べたわって。ニセブランドで結構美味しかったって。あ、海外にもあるんだ。お蕎麦屋さんにね、そもそも行くんですよ。そう、行くんだよ、行くんだけど、あんまりあの蕎麦は食べない。なんかそう、家族がお蕎麦屋さん好きでよく行ってた記憶はある。朝ごろ朝活してた。カツ丼一杯食べきれない気がする。
そばとチュン姫ならチュン姫が好きって、 ありがとう。で、家のすぐ近くの国道は飲食店が何でもあるから何食べようか迷うチュンって。あ、そうなの？ね、迷うチュンです。まだ夕飯食べてないからお腹空いてきたって。ね、確かにはるちゃんもさ、ご飯食べてなかったら多分この話でずっとお腹空いたって騒いでるかも。ね、でもはるちゃんはご飯食べたんで、うん、まだ大丈夫。同期で行った焼肉パーティー、今まで同期とね焼肉行ったメンバーの中で、今までで、うん、花江じゃないですか。いや覚えてないな、全員なんかみんなバラバラの時に行った。こんばんは、ブザビタありがとう。うどんやトーストの自販機あるんだ。なんか、なんかさ、なんか見たことあるかも。シンガポールでラーメン食べたら醤油の味しなかったって。あ、醤油の味しかかしなかったよって。あ、そうなの。蕎麦屋で天丼食べる人なの。私なんだ。でも美味しそう、お蕎麦屋さんで。でも蕎麦食べますよ全然。蕎麦食べるね、ちょっとだけ。こんばんは、かわいこ拝見ありがとう。くるみ店のそば屋ですか。行ってみたいね。わんこそばは50ぐらい食べれるんじゃないですか、頑張ったら。どうだろう、私どのぐらい食べれる。ね、はるちゃん意外と小食だからな、みんなが思ってる以上に。ね、意外って思われそうだけど意外と小食なんですよね。こんばんは、かわいく発見ありがとう。トリスの味、人間味、人間味だ。新潟のそばなら綿屋が好きなんです。綿屋好きなの？じゃあ小島屋さんしか行ったことないかも。今度行ける機会があれば行きたいな。たまにめっちゃ食べれる時あるんだよね。そう、よくご存知でね。たまにはるちゃん大食いになる。わんこそば勢いでね、食すものだから。ね、ヤッホー、もう不参加。どうなるの。小島屋さんで天丼食べた。でもはるちゃん天ぷらは食べたんだよ、小島屋さんで。そう、天丼は食べてないけど。回転寿司は5か6で頑張って9はいけるんじゃないですか。わんこところてんところてんね、はるちゃん食べれないと思う。はるちゃん食べたことないんだよね、ところてん。なかった気がする。美味しいんですかあれ。なんか家族がねチュルチュルって食べてるところを見たことあるんだ
まだあの挑戦したことないかも。え、あったっけ。めっちゃ酸っぱいの。あ、そう。可愛い子あきありがとう。あ、人間味って読むの。トリスの味はトリスの実はですかね、これ。人間味。うーん、雨と子犬か。初めて新潟に行った時に食べたものは小島屋さんのへぎそばでしたって。はるちゃんね、初めてではないけど結構ね、最初の方に食べたかも。小島屋さんのそば美味しいよね。回転寿司20皿食べれない、ね、ケーキバイキングですか。わあ、ケーキあんまり食べないからな。ね、どうだろう。南からクイズ間違えたのを思い出した。確かに。悲しまないで。可愛い子はきありがとう。寿司は。寿司はそんな食べれない。チャットね、書いてない。あの今から書く、ね、ね、皿は食べない全然。ホヤは食べたこと。ホヤって何ですかね。ホヤ見たらわかるかな。なんか名前が知らないで食べてる時あるんだよね。いや、ないかも、ホヤは。全問正解できないとものすごく辛いの。え、でもね、あれはなんか問題しょうがないからね、しょうがないやつだからね。先生ね、多分誰もあんまり答えられないんじゃないですか。こんばんは。あ、そうですね、大家さん兵庫公園ちゅんですね。こんばんは、はじめましてじゃないけど、はじめまして。可愛く発見ありがとう。今日のご飯間違えたならいいけど、配信で聞いたことある問題間違えたって。それ時もあるよ。全然、はるちゃんだってね、人から、ね、人の誕生日忘れちゃう時もあるからね。うん、しょうがない、それは。しょうがない、しょうがない。大丈夫、大丈夫。海のパイナップルと言われる珍味なの？知らなかった。こんばんはです。優しいね、もう忘れないって。ありがとう。
んばんは。ほや、まーちゅん好きなのかな。そうなのかね。こんばんはです。ヤッホー、来てくれてありがとう。はっちゅん、確かに癖のある食べ物というかね、苦手かも。これとキュウリの酢の物ハマるかもなって。かわいこ発見ありがとうございます。ね、もうすぐ10時だ。おねんねしないとみんなね、ちょっとあしたはどんな感じ。明日はもう夜。今夜、本当目大きく見える。多分ね、あの白の服着てるから、あのめっちゃなんか顔が強調されてるんですよ今日。いつもはぼやけてるんだけど、黒の服着てなんかもうふわーって感じだけど、なんか白の服で、あの服がそう服に反射して、なんか顔もめっちゃしっかり見えてんのよ。だからじゃないかな。ね、いつもと同じ携帯だよ。気のせいじゃない、多分いつもぼやけてんだと思う。はちゃん、癖の強いファン大好きです。ほらやら、よく吹くじゃんけど、ほらや、僕ちゃん食べたことないちゃんですか。そう、こんばんは。ベル終わった、ありがとう、来てくれて可愛くて美人で最高ありがとう。こんばんは、てんありがとうね。お、みんな来てくれてありがとう。ルアちゃんのファンの方はね、よくハイちゃんの配信来てくれるから嬉しいんですよね。ありがとうございます本当に。ね、チュヒンめいつも可愛いですか。え、ありがとうございます。ね、メンバー今 NGT ハルちゃんしかやってないの。てい。ていて、かわいこ発見ありがとう。うん、俺かなって、癖の強い。あ、今日野さん始まった、ね、気づかなかった。かわいこ発見ありがとう。はっちゅん、携帯お休みモードだから通知鳴ってないんだよね。ね、お休みモード解除すればよかった。ヤッホー、来てくれてありがとう。開始に少しルアちゃんにも挨拶するのも絆が深まるかもって。確か。
ブザビートありがとう、こんばんは。みんなありがとうね、来てくれて。そんなハルチュウはもうすぐお辞めの時間となります。金曜日お疲れ、みんな疲れたよね、お仕事。やっと金曜日だよ。明日は何するの、みんな。お辞めになられますね、もうすぐ。長い、長かった、長かったな、1週間。今来たばかりで、あ、これはガチだったありがとう、ゆっくり休むんだよって、優しいな、みんな、ありがとうございます。え、明日は富山のアウトレット行くの。おー、え、いいね、走っていくんだ今日のチュン姫もお休みモードチュンなのよ。そう、眠いから、ね、来たばかりですよ。だってありがとうね、一生やめられない薬飲むことになったの。あ、時娘の筑波会行くの、いいね、劇場日垣高原走っ、あ、滑るだったね、スノボ楽しんで。可愛くて美人で最高、ありがとう。五時起きでゴルフですか。いいところに目をつけたねって、そうなんです、夜勤明けだから昼から寝るのね。じゃあ薬、お仕事頑張ってね、昼で寝よう、昼から。コンサート前自分のラスト公演行きますって、楽しんできてください。うちのママちゃんをカラオケに連れて行くんだ。おー、カラオケいいね、ママちゃんも行きたいな。農作業頑張ってね、コツコツと頑張りますって。母ちゃんお疲れみたいだねって、ゆっくり休んでねって、ありがとう、ありがとうございますかも、ね、ちょっと早く寝たい今日は。可愛い子発見ありがとう、こんばんは。あ、卒コン行くんですかね、ゆきりんさんのね。ありがとうね、今日も配信来てくれて。素敵な土曜を過ごしてねって、ありがとう、ね、素敵になるか分かんないけどね、多分睡眠で素敵になっちゃうかもね。ちょっと14時間寝たいな絶対寝れない、そんなにね、寝て復習して寝るわ。うん、そうしよう。明日は家から出ない多分、でも家から出ないって思うね、思ってる時に結構出ちゃうんだよね。一緒に行くっちゃんかって、行きたいな、ね、一日寝てるの最高だよね。そうだよね、で最近ね、ちょっとしか寝れてなかったから、ね、寝たい。ありがとう、教えてくれた。安田ヨーグルトのいちご姫飲んでない、まだこれから飲むね、ありがとう、すごっ、めっちゃ忘れてた前そのくらい寝てたね。ね、確かにね、ゆっくり寝て寝て、寝るチームは、いや育つからってね、寝る、ありがとうね、仙台楽しんで、心はいつもハルチュンとって、ありがとう。みはるさんの平均ですか、お土産買ってくるからさって、渡せないってな、気持ちだけ受け取っとくね。
ばんは。ね、そろっとランキング読んじゃおう。ね、ありがとう、来てくれて。なんかめっちゃ咳出そう。ちょっと待って、コーラ飲む。うん、ありがとう、日曜日に届けに来てくれ、ありがとう、声枯らしてくるってね。いってらっしゃい。寝る寝る寝る寝ですね、寝ます。みんなも一緒に寝ようか。明日は夜からやるんでね、いつもと同じ時間帯かな。ありがとう、今日も来てくれて。え、でっけえくんないよそんな。ね、これでもこれ何で、え、どのぐらい入ってんの。カロリーしか書いてない。え、これ、え、これどのぐらい入ってんのこれ。ね、深夜2時に出発するの。え、じゃあ寝た方がいいよ、ハチも寝るから。こんばんは。ポテチと一緒に飲むと最高だよね。確かに、ね、1.5 はありそう、ね、あ、違う、 500ml だ。え、500だよこれ。でかくない、全然。ハチのお顔が小さいってことって、それが模範解答です絶対。ね、冗談です。じゃあちょっとランキングいきます。明日待ってる絶対、ありがとう。で13位からいきます。13位豆のめちゅん、ありがとうございます。12位タカピロちゅん、ありがとうございます。11位タコ坊主ちゅん、ありがとうございます。ちょっと待って、めっちゃバグった。あ、治りました、よかった。10位ともじいシャリゾーちゅん、ありがとうございます。9位ビールバラちゅん、ありがとうございます。8位レイちゃんズちゅん、ありがとうございます。7位ルディエカちゅん、ありがとうございます。6位坂集中、ありがとうございます。5位うずめちゅん、ありがとうございます。4位ビッグラブコちゅん、ありがとうございます。3位トムちゅん、ありがとうございます。2位ヨシちゅん、ありがとうございます。そして第1位はサリオちゅんです、ありがとうございます。ありがとうちゅんって、ありがとう。お疲れちゅんです、みんな来てくれてありがとう。今日もお疲れね、みんな。ありがとう。おやすみ。頑張って、ありがとう。いい夢見てね。みんなもいい夢見てね。ありがとう、来てくれて。おやすみ。ね、お仕事頑張ってね。ありがとうね。またね、みんな。おやすみなさい。いい夢見てね。またね。